こんばんは。明日は劇場公演です。風邪、いや 心は元気なんです。心は元気です。はい、心は元気ですね。喉は元気じゃないみたいですけど 喉は元気じゃないみたいですけど、心は元気です。はい。いや、なんか、そう、声は治ってきたんですけど、声は大丈夫ですけど、一日咳が止まらなくてね、そう。咳が止まらず、一日、ほぼ、おもろいしですね、本当に。でも、心は元気、本当に具合が悪いとか、そういう感じではないので、別に元気です。心は元気です。だから今すぐ鬼ごっこしろって言われたら全然できるやつですね。そう、喉はちょっとやばいんですけど 喉はやばいんですけど、本当に いや、本当に喉は大丈夫。喉は大丈夫じゃないと。そう、面白いですね。クマの声です。あ、そうなの。うわ、ら そう、そう、やばいな。セント、あ、そう、明日は、生誕祭です。熊野聡兄の生誕ですので、 熊ファンはよろしくお願いします。明日公園行くね。ありがとうございます。本当明日 本当絶対ね、絶対見苦しいですよね。本当にすみません。本当に汚いと思った方は、本当に、そっと字していただいて、ちょっとお答えしないと、本当に直さないと、明日ちょっと喋れないよね、この席は、本当に。そんな喋らなくなっちゃう。って。直さ。ドラさん喉の調子ね、ドラさん感染なんかに感染しちゃったのかな。でもこれ、あんまショールームやらない方がいいと思う。 あんまね、ショールームやらない方がさ、そう、印象はいいと思うんですけどね、やったことによって、これは本当にそう具合悪いアピールするなっていう人に出てても別に具合も悪くないので、別に心は元気なので、MC 仕切りナイスありがとうございます。はい、本当に喋るたびに咳が出ちゃうんですよね。本当に27、あ、そう、27、7月27日にですね、リセット公演があります。2回公演で夜がおりんさん、武藤りんさんの生誕祭です。 はい はい、いや、本当にうざいと思った人は本当そっと閉じてください。27と生誕、いや、それは生誕なんですけど、だって生誕で私の数少ないファンの人が誰もいなかったら、本当に素晴らしい、ある意味素晴らしいと思う。27は確か私の誕生日でもあるけど、公演的には普通の昼公演とお兄さんの生誕祭だから、
いやーチーム系で生誕祭はできないと思うので、てかそう別になん仕方ないことだと思います。別にそういうのは全然ある、全然今までそういうメンバーさんもいただろうし、なんともなんともなんともです。そうだから本当に生誕祭で本当に誰もいないっていうのは本当に本当に素晴らしくやむ案件なんで、そう当日は別に、まあ、入りたい方はありがたいんですけど、入った方はありがたいけど、普通の公演とおりんさんの生誕には変わりがないので、そう。夢の国の写真、あれ、ね、夢の国行っても写真送れないからね。生誕祭、生誕祭じゃあ待っててください。いや風邪じゃないんですよ、別に心は元気なんですよ、心は元気なんですけどね。そう、押し通る首短いから誰かわかんないけど、生誕前は生誕祭待ってます。生誕祭でね、生誕祭ぜひ来てほしいですね。1年に1回私が目立ってもいい公演なので。夢そうプラメは夢の国送れないんですよ。モバイルね、こういうこと言うとまた無駄、余計なことは言わなくていいって言われちゃうかもしれないけど、でも一応言った方がいいじゃん。うん、私たちが今発信しているモバイルブログとプラメではディズニーの写真一切ダメなので、どこにも見せられないんですよね、プラメ、モバイルブログでも。そうだから本当載せたいんですけど、そうだからたくさん今までディズニーって中でめっちゃ写真余ってるんだっていうか、300枚くらい本当に写真があるんですけど、少ない方なんですけど、そう SNS の枠は6年後くらいかな。多分いつか載せられたら、載せられる日が来るかわからないけれども、今のところはまあですね、もう写真プラメに載せる写真がほぼないっていう、そう、とかそうですね、そう、メンバーとの写真、劇場公演も携帯が使えないので、だいたい最近劇場公演で撮った写真をプラメに送ってるんですけど、それは全部正規メンバーさんのスマホをお借りして撮ってるものなので、そうだから、そう最近劇場公演しかないから、メンバーとの写真もあまりなくて、どうしようとか写真に困っとる。プラメの写真加工です。写真はね加工でできてます。
正規メンバーさんのお借りして撮ってるので、あんまりでも正規メンバーさんの携帯を長々と使っててもあんまり印象は良くないんですけど、良くないと思うんですけど、街中で自撮りするのはめっちゃ難易度高いですね、本当に。本当に写真が全然ないですね。本当にないですね。昼夜の間は、昼夜って意外と時間がなくて、昼夜公演の間って1時間半くらいしかなくて、時間が昼夜終わってストレッチしてお昼食べて少し仮眠を取ったら、あっという間に1時間前で、1時間前にはもう公演の準備しなきゃいけないから、割と暇してる時間はあんまりない。公演15分前に何してて、あ、面白かった、ありがとうございます、ありがとうございます、それはそれはよかった。時間経ちます。ハート、いや、そんな漫画みたいに絵に描くような慌ただしさではないですけど、1時間前に、いや、なんかいろいろメイク直しとか髪の毛を直したりとかしてるからね、なんだかんだで1時間。いや、一番準備早いのはゆずかですね。わかんない、私も全部見てるわけじゃない。一番準備、着替えるのかな、着替えるの早いなって思うのは圧倒的にゆずかだと。受付が汗ばったみたいなのでチェックしてみてください。ゆずか早いですね。ゆずかなんかマジで早いです。ゆずか本当に、いや、ダントツで着替えるの一番早く着替えてます、ゆずかは。そのそれ以外は知らないけど10月でゆくありがとうございます。握手会があるので全部来てください。全部来てくださいですね。全部来てもいいんですけど。たくさんいるね、ありがとうございます。召し上がり、ありがとうございます。心は元気なので。真央ちゃん、いや、それ割と合ってる、それは。関東は全部ありがとうございます。明日公演、あのね、あれなんだよね、あのね、そう、うん、あのね、大丈夫だと思う。
やばかったら一言も喋らないようにする。なんかね、わかる、あの喉からすごい咳の感じがめっちゃ込み上げてくる気持ち、わかります、わかる、わかる人はどうかあると思うんですけど、そう、めっちゃ喉からグオンって本当ね、ちょっとねやばいんだよねこれね、なんかそう、あ、わかるな、わかった。クラロは胸から込み上げてくる、まあ確かにわかる、まあそんな感じ、そう、そんな感じです。そうですね、あ、わかるならよかったです、まあ分からないよかった、はいはい、明日外れた、あらあら、じゃあ DMM で見ててください。はい、あの握手会の受付もやってるんですけど、はい、8月系をしまし、あ、使えると思います、はい、全然使えると思います。体調なんかドラソン、みんな声が変みたいですね、歌いすぎちゃったかな、公園で窒息しそうになった。これね、やばいもんね、ほんとこれね、声結構使えるのっていうか本使えるから、そう、多分使える、多分使える、わからないけど、うん、今風邪流行ってんだね、あらあら、でもなんか心は綺麗だから、心は綺麗じゃない、心は大丈夫だから心は汚いです、そう、本当に心は汚い、人の弱みを握ることが本当に私の趣味なので、心はめちゃくちゃ汚いんですけど、心は元気です、はい、心は綺麗じゃない声枯れた時思春期だなって言われた、大人も声枯れるよね、そう、クリアファイル買いました、あら、ありがとうございます、本当に、そうなんです、本当に人の不幸を楽しんじゃう人なので、本当にアイドルらしからぬ趣味なんですけど、本当に心は汚いんですけど、心はいいですので、はい、好きはまあ寝れば治ると思います、はい、寝れば、痩せた？痩せてないです。全然痩せてないです。最近のスムドリンク。その不幸が楽しいって、友達一番、そう、人の不幸が一番楽しいあ、違う、人の不幸が二番目に楽しい、辛いも無理かもしれない、今日北極ラーメンのブラックを食べようとしたんですけど、さすがに今日食べたら終わるなって思ったので、いろいろまた今度にしました。そんな性格の子はどんな子だと思ってたんですか何ならもっとひどいですよ、私の性格は。まだの機会、もう買ってから1ヶ月以上経ってるんですけど、まだ食べれてないですね。
辛いの好きです。得意です、辛いの。寝坊して開始まで全力で走りました。あ、いいよ運動隠さないスタイル、いや全部さらけ出さないんですよ別に。私は隠さないスタイル、決して隠さん、全部がさらけ出す性格ではない、性格ではないです。この前生誕祭入った、会談めっちゃクールな、あー多分それはクールじゃなくてただ猫をかぶっていただけです。チーム系公演でトラさん入ってんですかね。握手会の動画作ったか、あ、動画じゃない、画像、あら優しい、エゴさしてありがとう。じゃあしてみるよしてみるよ。その油断すると咳があれなので、油断すると猫を噛みます。先輩と仲良くなる方法も媚びを売ることだと私は思ってます仲良くなる方法イコール媚びを売る。明日多分まあ大丈夫だと思います。絶対するよ、多分するよ、うん、するよ。ちゃんとするよ。そう。確かにコビアってなんぼですね。確かにそう。世の中の5割はコビです。コビ本当に。そう、人間って案外絶対ちょろいから、人間って本当に、人間って案外ちょろいから、本当に5割コビを売れば絶対大抵のことはうまくいくんじゃないかなっていう、世の中舐めてる人間です。はい、いやね、コビを売ればまあ少しくらいは上に行けるんじゃないかなっていう、世の中を舐めた本当にね炎上しそうな発言でした。私はコビを売ったことないけど、人生においてコビを売ったことはないけど、人生舐めてます。舐めてないけど。
回7握手申し込んでありがとうございます。ありがとうございます。握手会の受付も申し込んでる優しい方は並んでくださると思います。はい、はい、洋服も割れながらいろいろ考えてました。考えてました。はい、おすすめの子はクララですね。そう、吉橋ゆずかとかクララです。申し込みします。ありがとうございます。買って並びます。ありがとう、ありがとうございます。そうですね、ぜひ。もうチェックしてみてください。はい、ぜひ。そらさんじゃけんすすめ、え、なんで逆に、なんでその質問をした。私はゆずかとかクラみたいなタイプが好きだからそう言っただけで、もう全部客的に見ただけ、そう言っただけで、そう深い意味はないです。わかりないです。あ、クララがわかりないさしちさん、そんなこと言ってたらもっとね、もっとクララのことを好きになってしまうじゃないか。自分で僕らいい子です。多分ドラさんで一番いい子です。みんないい子だけど、ドラさんで一番いい子なんじゃないかなって思います。会話どんな握手かは気になる。別に普通ですよ。別に普通ですけど、アイドルアイドルした握手会ではないです。はい、アイドルアイドルした次回ではないので。神対応でも塩対応でもない。神対応って結構つるってイメージがあるんですけど、結構つるとかそういう系ではないです。私は塩でもないです。別に私は別に、うん、普通です。はい、普通です。10日10枚もあんの。じゃあ休んじゃダメだね。私休まないでちゃんと握手会に出席します。普通、あ、普通とは確かにある意味私の握手会は普通とは違うと思います。いい意味でも悪い意味でも普通じゃないです。可愛いから会いたい。あ、握手会受
受付しております、はい、ただいま絶賛。そう、ある意味普通とは違うので、そう、どんな普通とは違うとだけ言っときます、はい、多分誰の、多分ほとんどの人の握手会と被らない自信はあります。そう、被らない対応だとは思ってはいるんですけど、はい。普通の女の子だよ、それはそう。それはそう。でありたいです、はい、行きたいですか。ただいま絶賛、絶賛受付ナウ受付ナウです、はい。めっちゃ久しぶりに配信超えた、ありがとうございます。ただいま絶賛握手会の受付がされております。初見受ける。控えてた。あ、そうですか。そうですか、他人事になる。ありがとうございます。シェアもちろん可愛いよ、ありがとうございます。蓮には可愛い女の子が、誰が言うてんねん、誰が言うてんねん。女性、並んでくださる女性は確かに私より全然可愛いのは事実ですけど、今回はあ、ツーショットが多いんですか。俺のみんなで握手会撮ります、ありがとうございます。カビ対応優しい、そういうこと言ってくれるのがまず優しい。オタ時代は、オタ時代って言ったらあれですけど、握手会は普通に行ってました。あなたが一番かくない、かくね、劇場にいらっしゃるね、なんかてか、なんかアイドルのファンの女の子ってさ、なんかみんな可愛いですよね。あの欅坂さんの握手会とか行った頃とか、坂道さんっていう女性ファンがえげつなく多いなっていう、握手会行ってて多かった思ったから、普通に握手会とか行ってた時にめっちゃ女性いたんですけど、めっちゃみんな可愛かった、本当に可愛かった。メンバーですかって思うほど可愛かった、本当に。メンバーですかって感じ、本当にめっちゃ可愛かったです。そう、あの握手会にいた時とかね、48も坂道さんの握手会見てる時も、そう、普通にめっちゃ可愛かったですね。そう、超良かった。本当にメンバーですかって感じでした、本当に。うん、ほぼほぼミニライブとか女性枠にいたんですけど、坂道さんの基本欅さんばっか言ってたんですけど、白石麻衣さんのとこは並んだことないので、乃木坂さんの握手会は行ったことないので、そう、分かんないんですけど、欅さんは欅さんですね、行ってたのは。ほとんど匂い、
匂いは分からん。匂いは普通の幕張、幕張って言ったんですけど、幕張メッセの匂いでした。そうかな、別にいい匂いってわけじゃない、別に幕張メッセの匂いです。普通に匂いってか、何匂いないです別に。欅坂さん好きです。はい、幕張匂いなの、ないんですけど、ないんですけど、幕張別にそのいい匂いするってわけではないです、別に。あの普通です。女性枠は本当に良かったですね。ミニライブの女性枠の本当に最前とか言って、芦田愛菜さんのうちわを元気よく振ってましたね。当時は羽生さん好きですよ。全国握手会で一回だけ握手会させてもらったんですけど、秒数がなさすぎてほぼ覚えてないっていう。握手会行ったよっていう記憶しかなかった。だからチェーズ真中さん、志田真中さんのうちを、あの目覚ましライブとかも行ってて、目覚ましライブでもあの普通に一生懸命真中さんのうちを出ました。そう、バリバリのお宅でした。タオルとかも今もあるし、サイディウム、タオルを肩にかけて、うちわを握って、サイディウム左でやりました。バリバリのお宅でした。だから本当に、はい、バリバリのお宅で普通にウェイって言いました。ガチです。はい、ほぼ始発税です。真中さんです。だから卒業って聞いた時は時が止まりましたけど、普通に言ってました。まあズーミンさんファンでもあったんですけど、そう、13位キノリノさん、12位チョッピーさん、11位テルミエさん、10位バーシックさん、9位ケイシーさん、8位アヤカンちゃん、7位マツオさん、6位ヤオさん、5位オレペコさん、4位ミナミちゃんさん、3位ティルドロさん、2位がカムサムニだ1位ところてんさんでした。